赤花長葉の石持草長葉の石持草は、騎士植物門の毛戦後ケ果に属する植物である。学名は、ドラゴースラインディカイル。食虫植物の一種で、葉の専毛から粘液を分泌し補充する。アフリカ大陸東部から、インド、東南アジア、オーストラリアにかけて分布。日本では、茨城県、栃木県、千葉県、静岡県、愛知県、宮崎県に分布するが、 三重県では絶滅したとされる。桃色の花びらをつける赤花長場の石持ち草は、日本では現在愛知県にしか自生しておらず、1968年に同県指定の天然記念物にも指定された。同市では繁殖保護を行うとともに1年に1度、開花の時期に一般公開も行っている。その他の自生地は、ほとんどが白花長場の石持ち草で、 千葉県三部市と東金市にまたがる鳴門、東金食中植物群落や愛知県竹豊町にある一町電湿地などが代表的な自生地である。2013年、赤花のものは白花のものとは遺伝的に異なる日本固有の別種であることが確認され、自生地である愛知県と夜明け市にちなんでドラウースラ東ケンシス、M 渡辺という学名が与えられたが、 この学名は現時点で国際命名規約に従った論文の形で発表されていないため正式な学名としては認められない。立ち上がる草子が石持ち草に似ており葉が長く伸びることからこの名がついた。高さは最大50センチメートルまで成長する一年生植物。5月中旬に発芽する。海岸近くの差し土や湿地帯に群落を作る場合がある。 茎は立ち上がる。葉は五星し、細い線形で、長さは2から10センチメートル、幅3ミリメートル程度。日本産の毛線ゴケ族では、唯一線毛が赤く色づかない。ただし海外では早く茎に至るまで、赤くなる系統も知られている。線毛はそれぞれてっぺんに、粘液の小さな玉をつけ、補充すると虫を押さえつけるように曲がり、酸性の消化液を分泌する。 葉も虫に巻きつくように湾曲する。8月から9月に茎の途中から5から10センチメートルの茎を伸ばし、多い時には約20の桃色、または白色の花をつける。海外の亜種には紫、オレンジ色の花もある。花弁はくさび型もしくは、トーラン円形で、長さ5ミリメートルから1センチメートル、幅5ミリメートル。額は非新型で、長さ約3ミリメートル。 幅約1ト、mm、ル。絶滅危惧通類2007年8月レッドリスト。以前の環境省レッドデータブックでは、絶滅危惧 i b 類。ありがとうございます。